時代、41歳の時の音源をご用意しています。読み物は神崎与五郎の侘び荘門で、この読み物いちかさんもやられるそうですね。この春ようやく挑戦をさせていただいたんですが、自主練の中でも非常に人気のある、お客様もお喜びになる演目ですが、非常に難しいなと思ったのはその曝露が出てきて、それが、自身の神崎の頃に、無礼な振る舞いをして、でもぐっとこらえている、バカにしてどんどん調子に乗るんだけれども、実はその人が、チームのためにこうぐっと辛抱しておられたってことを後で聞いて、ああって思うっていうことなんですが、その前半の部分の曝露の部分があまりに不愉快になってしまうと、お客様も聞いてて辛くなってしまう、加減が難しいんだなというのが、人間的な魅力みたいなものが備わってからじゃないと、なかなか私みたいな軽いものでやっては、まだ私難しいなっていうのをつくづく感じた。だから、って本当に40から始めて50、60でどんどん、一部ですが、お聞きいただきましょう。吉五郎が神崎五郎にひらがなで詫び状を書かせる場面と、討ち入りの後、創作を聞いた神経名で神崎与五郎の詫び状も、スタジオでは映像付きでご覧いただきます。エミがそうやって秘めたに這い座って謝ったところでな、この人はまだ神崎さんじゃねえぞ。詫び状も書いてもらおうじゃねえか。砂が切れなくて
番組のお知らせです。今月28日木曜日の午後8時5分からラジオ第一で若手女性落語家2人によるトーク番組が放送されるのが決定しました。どれどれ。桂二葉さんと春風亭一花さんです。すごい。題して一花二葉話をしよう、まあ、言ってみれば楽屋住みのスピンオフみたいな番組です。
の小林慶です。そしてご一緒するのは教育学者で明治大学文学部教授の斉藤隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。番組冒頭でお聞きいただいた音は一番最初で放送された声を実に再現したものと見られます。放送の第一声を発した郷田武雄アナウンサーです。小旗を振っても万歳を叫んでもいけなかったが、今度の場合はすっかり変わっているからお祭り騒ぎになりがちだ。このアナウンサーたちは客観的に伝えようと言っていたようなんです。あれとこうドリームマークとかそういう片仮名が多いとこう軽く伝わっちゃうっていう面もあったのかもしれない。そうですね、皆さんが盛り上がるので自分たちはしっかりと客観的に伝えたいということだったんですね。でこのパレード中に何人が関わりました。当時スポーツアナウンサーとして知られた矢部聖五郎アナウンサー、両脇から大歓声に包まれたパレードの盛り上がっている様子を中継しました。お聞きください。10万の大歓声でございます。先手に小旗を持ちました。
されてございます。本当に見事な眺めでございます。なんかもうね、コンビネーションが良くてね、もう見ていってもの、と楽しくてね。
の番組、世界で4億の人々が見たということなんです。すごい数ですね。そうですね、規模が大きいですよね。提案したのはイギリスの BBC で、フィルムや録画を一切使わず、世界各地のその瞬間